エゾキン、エゾキン、三丹服は、江戸時代に、マサキ藩が、アイヌ民族を介した交易で、国旅高下流から来航する民族から入手した、中国本土産犬や新朝官服のことである。かつて、中華王朝の民や満州族が建国した、ツングース系の清王朝は、外交関係を結んだ、周辺国や周辺民族から貢ぎ物を送られ、返礼品を貸しする交流を行っており、 ウリチをはじめとする他のツングース系民族にも、新朝の品や中国本土の物産が伝わっていた。国立国家流域には、現在、三ン人に否定されるウリチが住んでいた。江戸時代、江戸地のカラフ太や宗谷に、三ン人が来航し、正木藩は当時江戸と呼ばれたアイヌを仲介して、彼らと交易を行った。これが、三ン交易である。 その交易で様々な中国本土や清朝の品がもたらされ、その代表的な霊が雲流などを織り出した満州族風の錦の寒服、エゾキンである。当時の三勤交代の際、マサキ藩主がその成長風の錦を着て将軍に越見したところ、将軍はカビナその錦を大いに気に入った。以降、マサキ藩は錦を幕府に献上するようになった。その際、 マサキは、これが真からもたらされたものだということを知っていたが、それを隠して、エゾキンと呼び、二の輸入を独占した。しかし、その陰には、苦境に立つアイヌがいたのである。アイヌは、エゾキン入手のため多額の累積債務を抱え、借財の方に連れ去られるなど、三胆人との間に圧力があり、エゾ地が、幕府直轄領となった際発覚し問題となった。 幕府の役人で、カラフトに詰めた松田伝十郎は、アイヌの債務を調査し、支払い不可能な分を松前奉行が建て替えて、三丹人に支払い、アイヌは債務から救済された。同時に、松前奉行は、三丹公益を直営化、アイヌの大陸渡航も禁じた。また、その後三丹人は、白石会所において、江戸幕府に対する兆候を行う結果となった。 わっかないし、第5章、カラフト詰め、松田伝十郎の三端公益改革、池添博彦、北江添地機構の食文化広北医団について、帯広大屋短期大学企業1995年32巻、P33 から48、土井10.20682、ジック32.033。ありがとうございます。